ポケットモンスター、ポケットモンスター、ポケットモンスターズは株式会社ポケモン。発売当初はニンテンドーから発売されているゲームソフトシリーズの名称。また、同作品に登場する架空の生物の総称。それらを題材にしたアニメをはじめとするメディアミックス作品群を指す。略称はポケモン、ポケイモン。ポケットモンスターの原点は、 1996年2月27日に発売されたゲームボーイ用ソフトポケットモンスター赤、緑である。開発元はゲームフリーク。コンセプトメーカーにしてディレクターを務めたのは同社代表取締役でもある田尻里氏。この作品が小学生を中心に口コミから火がつき大ヒットとなり、以降も多くの続編が発売されている。詳しくは、 ポケットモンスターゲームを参照。ゲーム本編作品だけでなく、派生作品や関連作品が数多く発売されている。詳しくはポケットモンスーの関連ゲームを参照。ポケモンはゲームのみならず、アニメ化、キャラクター商品化、カードゲーム、アーケードゲームと様々なメディアミックス展開がなされ、日本国外でも人気を獲得している。 2017年11月現在で、ポケモン関連ゲームソフトの累計出荷数は、全世界で3億本以上に達する。また、本シリーズの累計販売本数は2016年2月時点での、最新作、Nintendo 3DS、オメガルビーアルファサファイアまでの25作品で2億100万本となる。この数字を、ゲームキャラクターごとのシリーズ別で比較した場合、世界、 第2位の数値であり、1位はマリオシリーズの5億本以上、1996年のソフト発売以来、ゲームを含めた関連市場、いわゆるポケモン市場の誕生からの全世界類型市場規模は2017年3月末現在で6兆円以上にもなる。海外65%、国内35%株式、会社ポケモンホームページより登場するポケモンの キャラクター性も重要な要素の一つであり、中でもアニメ放送以来ピカチュウは抜群の知名度を持つ。現在までに種類のポケモンが登場している。1997年4月1日より、テレビ東京系列にてテレビアニメが放送開始。主人公のサトシ及びその仲間と彼らのポケモンたちによる冒険物語を描いた長寿シリーズとなる。詳しくは、 ポケットモンスーアニメを参照。ポケモンバトルの戦術性の高さを再現したトレーディングカードゲーム、ポケモンカードゲームシリーズも制作されており、TCG プレイヤー層も巻き込んでファンを広げた、詳しくはケモンカードゲームを参照。ポケットモンスターシリーズは、ポケットモンスター以下、ポケモンという不思議な生き物が生息する世界において、ポケモンを 自らのパートナーとし、ポケモン同士のバトルを行う、ポケモントレーナーたちの冒険を描く、ロールプレイングゲームである。主人公、プレイヤーは、ポケモントレーナーとなり旅に出る。ゲーム内に存在する他のポケモントレーナーたちと、対戦を多数交え、ジムバッジを集め、ポケモンリーグへの出場条件を獲得し、ポケモントレーナーの頂点チャンピオンを目指す。また、 多数の種類のポケモンを捕まえて、ポケモン図鑑の完成を目指すなどの目的がある。ストーリーは伝説のポケモンとその力を利用しようとする組織を中心に展開する。他プレイヤーとの対戦やポケモンの交換ができる通信機能が存在する。シリーズの舞台は、同一世界中の様々な地域、地方と称されるである。また、いずれの地方も、 現実世界の特定の地域がモデルであり、地理や一部登場キャラクターの設定などがそのモデル地と大まかに似ていることが多い。ゲーム本編作品としては、日本では以下の各バージョンが発売、発表されている。括弧内は発売日と多様機種を表している。収集、育成を楽しむ趣味、遊びは以前から存在した。 1971年から1972年に仮面ライダースナックの仮面ライダーカードのコレクションブームがある。1988年から1993年にはロッテのビックリマンチョコが第10代目の天使悪魔シリーズのシール集めで爆発的なブームとなった。小学館は自社の雑誌、月刊コロ,コロコロコミック、学年別学習雑誌やアニメを含む 大規模なメディアミックス戦略でこのブームを後押ししていた。この路線で作り込み、対戦型おもちゃミニ四駆や収集、対戦型おもちゃバーコードバトラー、さらにはポケモンブームを後押しすることになる。1989年、ポケモンの生みの親である田尻里氏がゲームフリークを設立し、同社初のゲーム作品、クインテオナメコから発売。また、同年、 任天堂からゲームボーイが発売。携帯機の特性上、ゲームボーイは当初パズルやアクションゲーム向けの機種と見られており、実際にそうしたゲームも多数発売されたが、タジリはスクウェアの RPG、魔界投資、サガの成功を見て、携帯機でもアクションでない分野を追求できると気づいた。タジリはとりわけ、ゲームボーイの通信機能に着目し、 交換するという動詞をコンセプトにしたゲームの着想を得る。またタジリはウルトラセブンのファンでもあり、同作のカプセル怪獣からも着想を得て、カプセルモンスターという RPG の企画書を書き上げた。タジリの企画したカプセルモンスターは、カプセルトイのようなケースに入ったモンスターが通信ケーブルを行き来するというものであった。タジリはこの企画書を任天堂に持ち込み、 それを受け任天堂は開発費の援助を決定した。後に、カプセルモンスターの名称は、商標権の問題で商品名に使えないこと、略した時に、カプモン取り頃が悪いという理由などから、ポケットモンスター、略して、ポケモンに改められた。タジリはノスタルジーを感じさせるカプセルという単語を置きに、言っており、しぶしぶ断念している。 ポケットモンスターは制作人の RPG の開発経験が不足していたことやゲームで最も重要な要素である交換するということへの動機づけを見つけられず開発には長い年月を要したその間不足した資金を補うため他のゲームを開発するなどの理由でポケモンの開発はしばしば中断された1995年頃までにマザー及び マザーにギーグの逆襲を制作した株式会社エップから新会社クリーチャーズの社長に就任した石原恒和、後株式会社ポケモン代表取締役社長が体をまとめて方向付けを行う役を担うようになった。マザーシリーズは田尻がポケモンを制作する上で参考にした RPG でもあり、そのためか共通点も多い RPG では 当時珍しい現代の世界であることや主人公の設定など。また、ゲームフリークと開発委託契約を結び、石原自身がプロデューサーとして数々の企画を任天堂などへと提案していく火付け役ともなった。当初から開発を支援していた任天堂も製品の完成を粘り強く待ち続けた。ゲームフリークの制作陣は当時まだ着目されていなかった収集。 育成、対戦、交換という要素を徹底的に遊ばせようという方針を定めていたゲームボーイの通信機能を活用して別のソフトの間で通信を行わないとポケモン図鑑が完成しない強制ではないが自分が育てたポケモンで友達と対戦できるという仕様はその方針を支えるためにある個々のプレイデータには個別の ID、数字と主人公の名前が与えられ 所有するポケモンに対して、親 ID として、働き個々のポケモンをさらに個性化するという仕様も持たせた。当初は、プレイヤー ID によって、ソフト1本ごとに登場するポケモンが異なるという仕様だったが、過剰に複雑化したため、2種類に分けて発売する手法が取られた。また、当時の主流に比べ、大容量のバックアップメモリを搭載する仕様に切り替えることで、 150種類すべてのポケモンな保存が可能になった。このソフトを2種類に分ける大容量のカートリッジを採用するという案は、任天堂の宮本茂の案である。当初は1995年は秋から年末発売予定であったが、デバッグなどが遅れ1996年2月27日に繰り下げた後に、開発開始から6年経ってポケットモンスター赤、緑は 発売を迎えた。カラーバリエーションは、マリオとルイージの服の色にちなんでおり、後に発売される青は二人の、つなぎの色に由来する。1996年当時、ゲームボーイに限らず、携帯型ゲーム機市場は停滞していた。ゲームギアなど、カラー表現が可能な後続機種もほぼ収束状態に、あり、テレビゲームには、次世代機と名打ちプラス10や、セガサターンが、 すでに登場し、発売から丸7年が経過したゲームボーイは時代遅れと見られていた。事実、ポケットモンスター発売直後の時点でゲームボーイにて発売が予定されていたゲーソフトはわずか3タイトルのみであった。市場には RPG だけでもすでに多数のゲームが発売されており、さらに過去の機種であったゲームボーイでリリースされる ポケットモンスターはさほど大きな期待を持たれず、年末商戦も逃したために過ぎない。しかし、収集、育成、対戦、交換というゲーム要素が、徐々にユーザーの支持を獲得し、さらにユーザー間の口コミで、爆発的ヒットへ繋がった。結果的にポケモンは、制作側の期待や予測を超えた大ヒットを記録した。日本国内での販売本数は、ゲームボーイ向け、赤。 緑、青で、最終的に1023万本である。ポケットモンスター発売以降、ゲームボーイ市場、ひいては、コンシューマーゲーム市場自体が変化した。他メーカーからの後続ゲームソフトも、収集、育成、対戦、交換の要素を盛り込んだり、数バージョン同時リリースなど、ポケモンに習った手法が定番化した。任天堂自身もそうしたゲームの開発に力を、 注いだほか、ポケモン頼みのラインナップに切り替えるなどの路線を歩んだ時期もあった。しかし、全社については各社で販売本数に差がつき、結局はゲームソフトの商品力が販売力を決めることを再認識させた。本作アニメ放映開始後には女子のファンを獲得し、それまで男子中心のゲームボーイユーザーに女子を呼び込んだ。これ以降、 任天堂の携帯ゲーム層に女性ユーザーが増加した。本編以外にも様々な派生ゲーム作品が発売されており、ジャンルも多岐にわたる。シリーズ第1作目、赤、緑のミューに始まるゲームデータ配信はシリーズを通して続いている。配布イ,イベントは様々な媒体で随時行われるが、ソフト本体とは別に映画の前売り、鑑賞券、 雑誌などの購入特典として配信されることもある。また、配信されるポケモンが数種類のうちでランダムであったり、卵の状態、帰るまで、どのポケモンか不明で配信される場合もある。欧米ではこれらの配信サービスを行うにあたり、ユーザーがソフト本体以外の金銭を払わずとも、日本版と同様のデータを受け取れるようになっている。ポケモンが人気になる一方、 様々な批判や衝突も起きている。日本国外では思想や宗教観の違いによるものも起きている。2001年にアラブ首長国連邦でイスラム宗教局がポケモンをハラーム近畿であるとのファトワー。宗教見解を発するとドバイでアニメの放送が禁止されポケモングッズが店頭から撤去された。イスラム原理主義的な思想の色濃いサウジアラビアや カタールの法学者がこれを指示すると、サウジアラビアでも同様の禁止処置が取られ、イスラム諸国にポケモンの可否をめぐる論争が飛び火した。マレーシアなどでもポケモンが反イスラームではないかと保守派、ムスリム法学者から割れるようになった。さらには一部でポケモンはシオニズムの宣伝メディアであり、イスラム教徒をユダヤ教に回収させようとする企みの一環であるポケモンとは 私は、ユダヤ人あるの意味である、ピカチュウとは、ユダヤ人になれの意であるなどと、全く根拠のないデマまで広まった。その後、ドバイなど、イスラーム保守派に支配された諸国ではポケモンを、反、スラーム的と認定し、ゲームやグッズの販売制限を行った。サウジアラビアやカタールでは、ポケモン自体がハラームとされ全面禁止された。サウジアラビアの法学者がポケモンをハラームとし、 保守派ムスリムがそれに賛同している理由としては、ポケモンの後天的形態変化は、生物学では変態と呼ばれるものであるが、ポケモンではこれを進化と呼んでいる。進化論は保守派イスラームからは、コーランの無病性を汚すとして、ハラーム扱いを受けているということが挙げられる。後に、これらの騒動は沈静化した。なお、エジプトやレバノンでは、ポケモンは禁止されていない。 レバノンでは、シーア派の行為法学者、ダイアーヤッツ・ラームハンマド、フセイン・ファドララーが、ポケモンは合法であると、ファトワー、宗教的見解も出している。また、サッターム・フセイン政権下のイラクでは、ポケモン問題調査委員会が設置され、宗教を利用した反動的なファトワーを出すことは、間違いである、私的な根拠のあるファトワーを出す子が、宗教者の義務であるとして、 早々に解禁された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。